違ったなぐらいでもうすぐ終わり。多分反省しても今言ったら何が言うのじゃなくて言わずに反省なんだ。でその深いやつ私後悔って、あそこであるのになければこうならなかった後悔。だからもうそれ終わっちゃってさ、言ってもしょうがねえじゃん。でもなかったらね、あの失敗成功のモードっていうのがあるからやってか。お前じゃないか、なんか小指振り角を小指をどっかの角にぶつけなかったら、ね、危ないよみたいなのが思わないから、一番大きい人はしないし、うちのお客さんにも名言失敗しないじゃなくて、失敗しないで成功しようと思ってんじゃねえよ。成功したいんだったら失敗しないで、その失敗の何個目に成功するか。失敗は成功のものって言ってたよね。成功するためには失敗をじゃなくて、失敗しないと成功するわけねえじゃん、このクソボケっていう面が。確かにそうだよね。何個失敗したかね、成功のあれに変わる。あともう一つ、お座右の銘じゃなくて、笑うカードには服着たの。わー、すごい。でも服着たらとかそんな考えないで、笑っとけっていうのだと思う。もしかしたら、笑っとけとかね。何じゃなくても笑っとけ。私めっちゃ仕事の途中とかで銀行行きたくなったら、もう負担を置いて、今、出てるんですって、鍵も開けっぱなし、全部出てる。だって、銀行行くためにお金全部持ってってたから、盗むもんだってこれっぽくないし、寒い中とか暑い中みたいなのに、玄関前で待たせてるほど嫌なことはないよなと思って、帰ってきたら、あ、来てたんですかって言って、笑ってると、なんか、私、すいません、出してすいませんって。